問失礼します。身内と対戦しているときに、アキハの下下 B がシールドを失敗じゃないと取れないことが気になったのですが、どういう仕様なんでしょうか。他の連続ガード技は初段でシールドを取ると連続シールドになるので気になりました。他にこういう技があればそれも知りたいです。よろしくお願いします。下段だからかな。下段かつ飛び道具の多段ってこれしかないからかな。あるとするとその辺かなと思うんだけど。ちょ失礼、ちょっとむせちゃった。一応そのレバーを下にレッパにしておけばおしっぱじゃなくても取れますね。一応なんだけど、レバーをニュートラルとかに戻してしまうと、たとえ D をおしっぱにしてても食らっちゃう。そうですね、立ちに切り替わっちゃうので、まあ、下段なんでね。例えば、これ3ヒット技じゃん、3ヒット技じゃん。だけど2ヒットにすることもできる。これは2ヒットにすることも1ヒットできるかな。かなりむずいね。できたとかで、まあ、全部下段、前段下段なんで、ちょどっかで立ちに入れると食らっちゃうから、シールドもレバーをニュートラルに戻すと立ちになっちゃうから、食らっちゃうっちゅうやつですね。で、多段下段で、本人でってやつなんかあったかな。あんまりなさそうな気がするけど、セイバーとかできるかな。多分入れてない気がするんだけど。そうだね、やっぱこうなるよね。離すと、やっぱり立ちになっちゃって食らうわね、こうやって。あとは、あ、そうか、四季のスラか、スラって言ったわ。やっぱりこんな感じで誰もなってなかったわ。ただこれはね、こうなるのよ。まあ、そもそも2段目が上段になるんで、こういう感じにはなるんだけど、同じように下段にしたりはできるし、あ、2B か、普通に。これどうだっけ？あ、フェイダルですね。やっぱりニュートラルにすると食らっちゃいますね。というのがあります。下段はやっぱそれだけで優秀です。多段下段多段中段ね、やっぱ強いっす。やっぱシールドでちゃんと押さないと負けちゃうんで、これね、やっぱ強いと思います。という感じで、まあ、割と多段の下段は全部そうっぽいので、これはそういう感じになっております。まあ、一応仕様です、普通に。で、たまに、とかジャンプ攻撃の多段中段のやつだけ、さすがに、つって、二段目が上段になる仕様が入ってるから、なんだ、適当にシールドをしても、立ちしゃがみとかに、あえて逆のやつにしても、食らったりはしない。つう仕様が入っております。やべ、ちょっと待って。完全に見逃してた。多分これ、俊一さんのやつ俺読んでないわ。俊一さん、サブスクありがとうございます。絶対読んでない気がする。サブスクありがとうございます。30分前。完全に見逃してた。はい、という感じです。お便りいただきありがとうございます。